左にキック。はい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 。は
そう、もう一回、はい、ナイス、はい、そう、いいですね、はい、もうちょ、フッ、パンチ、はい、はい、よいしょ、フッ、そう、いいですね、はい、ジョー、はい、じゃあ、今度ワンツーフック、はい、はい、はい、キックまでいきましょう、はい、あ、そう、はい、もう一回、はい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 、さあ、はい、今度ワンツーフックストレート、キックまで、フッ、はい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 、そうですね、もう一回。はい、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 やってみたいなっていうふうに思ってて、で今ちょうど僕が通ってるジムに昔中村慎介さん通ってて、で中村さんからやってみるといいよみたいなふうにアドバイスをいただいて、そこから通ってます。はい、オフの時、まあ巡業ある時とかもちろん行けないんですけど、はい、仕事がなくて空いた時間はいつも行きます。で信林さんにミットを持っていただいたりとか、はい、いろいろアドバイスをいただいたりします。はい、大体何年ぐらいですか？2年、まあ、3年近く前ですかね。はい、行き出したのはその時はもう足が全然上がらなくてですね、やっぱもう全然蹴りとかやったことなかったんで、はい、でも徐々に足が上がるようになって、はい、であと試合前のコンディションっていうのはやっぱり行った時と行かない時って全然違うので、はい、試合シリーズの前っていうのは時間があるときは絶対行くようにしてます。はい、今まで試合の中でそのキックボクシングの演技みたいなものを出してなかったけど、そうですね、はい、ここに来てこういう練習をしたということは自分に向けて出るかもしれないですね。はい、それは、はい、もしかしたら出るかもしれないです。はい、
自信のある自信はそうですね、いろいろ教えていただくようになってからだいぶというかかなり、はい、自信はつきました。はい、まあ、自分がやったことないスキルが少しずつこう補えてるっていう部分ではすごく自信になっていってますね。はい、その中で一番自信を持ってる技っていうことになりますか。今やってる技だったらスピンキックですかね。試合中たまに出す、はい、まあハイキックとかそういうのはもしかしたら出るかもしれない。それは、はい、それは G1 で出るかもしれないし出ないかもしれないし、それはその公式戦の時見てください。はい、林さんから見て、はい、内原さん、まあ、一応練習してみていかがですか、内原さんの。本当、まあ、吉田選手が言ったように本当、最初はそんなに、まあ、他見てもった印象だけだとあんまりこう、あ、まあ、多分こう、まあ、なんですか、本当に、ね、コンディション作りだけでやってるのかなっていう感じだったんですけど、だんだん本当にその動きが良くなってきて、で、その巡業で回ってる時とかも多分個人的に練習されてると思うんですよね。だからこうジムに帰ってきて受けるとまた変わってく、良くなってるんで、でこの間も久しぶりに、まあ、帰ってこられてやったんですけど、全然蹴りとかが良くなってて、はい、それもびっくりしてます。はい、林さんからご覧になって、はい、吉田選手の打撃のセンスなり技術なりっていうのは。そう、僕は試合で使ってほしいんですよ。はい、お前キックとかも、ね、まあ、顔面にあんまりこれは良くないかもしれないですけど、こういうパンチとか、特に膝蹴りとかフックとか、体がやっぱりごついんで、そういう技はもう膝蹴ってバーンともう相手を飛ばすぐらいのキックとかやっぱり やったらいいんじゃないかなって僕はちょっと思って、はい、するんですけど、はい、それだけの破壊力があるっていう。もう全然ある。はい、開幕戦、永田選手の、はい、まあ、永田さんも打撃を得意としてそうですね、はい、そういった意味も込めて今日この公開練習をキックボクシングに選んだというのもあるので、はい、そういった部分では、はい、自信を持って戦いに行こうと思ってます。はい、まあ、2年目の出場、2回目の出場なり、そうですね、はい、今年 G1 に関して改めてそうですね、まあ、去年は3勝だったんですけど、それ以上にいって、今年は最後の両国まで絶対残ってやろうと思ってます。3年ぐらいに使われて、はい、中村選手が、しっかりジムに行くといいよって言ってたアドバイスの真意とか、はい、そういったものが理解できているような感じですか。そうですね、通い出してからその行った方がいいという意味はなんとなく僕には分かってきたつもりですね。そういうのもあって、まあ、去年 G1 に出場できたっていうのもつながったんじゃないかなと、はい、そういうキックっていう、まあ、自分の中のステータスを増やして、で幅を広げたりとかっていう部分ではすごく、はい、めちゃめちゃ役に立ってますね。はい、コンディション作りもそうですし、その最初の動き出しの動作ですね、プロレスにはないものがいっぱいあるので、まあ、中村さんのアドバイス聞いて通ってよかったなって今すごく思ってます。ウーバー林さんもすごいいろいろ、そのミット打ちもめちゃめちゃ、いろんな方のミット打ち やらせていただいたんですけど、ノバルさんのが一番きついですね。今日はちょっと2分で刻んだんですけど、大体3ラウンド、3ラウンドみたいな感じでやってるんですけど、もう1ラウンドでめちゃめちゃ息上がります。はい、もうすごい、そういうのとかもやっていただいて、はい、その試合前にやるとすごい自信になります。はい、今回の G1 の個人的になんか楽しみにしている対戦というか、リーグ戦ありますか。そうですね、普段やってないのは、まあ、去年タッグで対戦したんですけど、まあ、ケイオス、はい、岡田は別ブロックなんですけど、僕とあと石井さん、後藤さんというのは別同じブロック で後藤さんに至ってはボクシングで初対戦なんですよ。はい、で後藤さんがケイオス入る前、本体の時インターコンチ前行ってる時から僕はずっと後藤さんの生シングルやらせろっていうふうにはずっと言ってたんで、その願いが
ようやく叶ったなっていう感じですごい楽しみにしてますね。はい、で石井さんに関しては昔あのライオンズゲートの前にレオニスっていう若手の僕がデビューして間もない頃にあったんですよ。それで1回だけシングルやってるんですよ石井さんと。でもそれ以来やってないんで、そういった部分ではあの、まあ、その時やった僕と今の僕どれだけこの幅が広がったかっていうか、そういう部分では一番測れる相手だと思うんで、こんだけシングルやってない期間が増えてるんで、だからすごい楽しみですね。あとは内藤哲也ですね。はい、僕今年の今年の7月6日でデビューしてようやく9年経ったんですけど、ちょうど9年前の後楽園ホールの僕のデビュー戦覚えてる人って記者の方でも何人かいるか分かんないと思うんですけど、2008年の7月6日の大ゼロ試合後楽園ホールで僕のデビュー戦の相手は内藤哲也でした。はい、でその相手と9年後同じ後楽園ホールで、その時は僕ダークマッチ大ゼロでも今度はメインイベントです。はい、その9年のそのどれだけ変われたか、はい、多分もしかしたら内藤哲也もそのことを覚えてるかもしれないですよね。僕のデビュー戦の相手して9年前後楽園ホールで僕のデビュー戦の相手したっていうのは覚えてるかもしれないですけど、はい、そういった意味で僕自身は今度の後楽園ホールのメインっていうのはすごくあの重みがあるというか、すごいなんか今はメインでやるんだなっていう、なんかちょっと、はい、興奮してますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。